連なる山脈が集めた空からの贈り物冷たく澄んだ湧き水は一筋の流れとなりさまざまな表情を見せながら歴史ある街道を彩る山あいの里に秋色の風を感じてぶらり空旅 宮城県の南西部に位置する七宿町。人口およそ1,300人の静かな山里江戸時代には街道沿いに7つの宿場があったことが七ヶ宿の由来水源の町の象徴七ヶ宿ダムに注ぐ白石川が 町の中央を東西に流れています。皆様にお届けするお水を守っておりまして、ダムに行ったお水は、えー、仙台市を含む17市町の,の、えー、約193万人の方に届いております。七賀市区ダムから白石川を遡ると、 高さおよそ1 0ル、幅3 0ルのラメツオオタキ周囲の森に響く独特の水音さらに進むと白石川は北西に向きを変え山深い風景に山形との県境が近づく峠付近に ポツンと佇む小さな屋根白石川の水源地となっておりましてここから、えー、白石川になるんですけれども湧き出てくるお水となってまして江戸時代の時は参勤交代の時に、えー、お水をここで飲んで憩いの場になっていたり鏡のように姿を映して仮眠、えー、の乱れを整えたという言い伝えもございます。 参金交代の折あるお姫様が鏡として使ったといわれる鏡清水。何よりも山越えの旅人たちにとって命の水だったのではないでしょうか湧き水から生まれた一筋の白石川 少しずつ川幅を広げ夏の終わり満開のそばの花に見送られ海へと向かう小旅行。